I swear I respect the hero。聖騎士がいいんだよ。バレたらめんどくせえな。バン、エントリーしたのバンだよね。まさかオイラたちの名前をそのままでエントリーしてないだろうね。安心しろって、その点は抜かりないんだね。続いて3組目はケイン対わしか。おっさんおっさんって誰、そのひどい名前は。オタクですよ。もっとマシな名前つけてくれよ。よ、じいさんも出てたのか。ひよった勢いでな。なんだよ、まだ俺の名前なしか。俺も。ん？最後の組はメリオダフ対バーン。一回戦でもう、あいや。それよりなんだこの名前は。バレバレだよ。とっさにいいのが思いつかなかったんだよ。エリザベスだとしたらおかしな点が一つある。おかしな点？それは一体。いつもより若干胸が小さくて尻が大きいな。それでは喧嘩開始。俺はここで負けるわけにはいかない。悪く思うな娘、これが俺の魔力。この魔力の強さ、あいつも聖騎士か。手遅れだぜお嬢ちゃん。あいつには半端な魔力も物理的な攻撃も全く通用しねえ。
ああなったが最後、奴が魔力を消すか、魔力が尽きるのを待つしか術はない。全身を覆う前に蹴りをつけるべきだったな。俺のモールは、ベロニカ様を守る決意の現れ。このまま場外に押し出させてもらうぞ。おお、グリアモールの不思議な力にマトローラピンチ。決勝に進むのはこの俺だ。ベロニカ様のご命令ならば、七つの大罪だろうが、メリオダスだろうが、這いつくばらせてやる。そんなこと僕が許さないよ。だと化けんのか。可憐な乙女の一撃に屈強な大男が強鎮。今年の喧嘩祭りは荒れるぞ。まさかあいつは。団長、おいら夢でも見てるのかな。私ならここにいます。ポトロキング。キノコの怪物。うん、団長たちが町に行った後、僕たち森で夕食の材料を集めてたんだ。そしたら、どうしたの。おい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 、食材発見、報告。それはおそらくエリンギタイプのチキンマタンゴだ。臆病な性格でめったに姿を現さないモンスターだけど、危険が身に及ぶと生物を収縮させる胞子を出すんだ。なんで早く言わないんだよ。だって団長をびっくりさせたかったんだもん。えい、ノシャシティボル第8形態パレンガーデン。
休んでいいんだ。だけなのに続いて決勝トーナメント最後の国バッハー対メリオダフ。なんだとあのチビが7つの大罪メリオダスなのか。じゃあやっぱり。ああバンキングだ。マジかよ。こうしちゃいられねえぜ。エリザベスを見つけるまで騒ぎは厳禁だ。お前らこそ騒ぎ起こしてこの祭りを台無しにしたら承知しねえからな。あの伝説の滞在人の実力を間近で見られるんだ。やっほー。